リニア中央新幹線のトンネル工事をめぐる問題を審議する県議会の委員会が開かれました。県議からは川勝知事の発言ばかりが目立っていて、県の情報発信が不足しているのではないかと指摘する声が上がりました。今日は膠着するリニア問題について集中的に話し合いました。この問題を担当する難波副知事が出席し、県と JR 東海との対話が進まない理由を説明しました。環境に影響を与える側がですね、影響を受ける側の基準をしっかり受け止めて、自らの基準を変えることが必要であると。県議会最大会派の自民改革会議の議員からは、これまでの川勝知事の発言について質問が集中しました。この JR の水に関しての問題は、全量を戻すとかですね、一滴たりともという言葉がやっぱり一人しているということが、水の問題では一滴も譲れないわけですと、命の水なので。リニア工事でトンネルに湧き出る水について、川勝知事は、すべてを大井川に戻し、一滴たりとも譲れないと主張しています。委員会では、リスクは完全にゼロではないといけないのかと、県の姿勢を問う質問がありました。非常に難工事でですね、それで地質状況も分かっていないという場所ですので、ゼロリスクはないというか、むしろゼロリスクはないというのを県の側が言っております。静岡県にとってより川勝知事と揉めてるわけでしょ。こういう言い方が、誤解を招くと。知事の発言を問題視する一方で、大井川の水を利用する地元からは切実な声が聞かれました。私の住む牧之原台地は全て大井川の水に頼っております。リニア問題というより水問題で、近所の方も本当関心が高くなっております。しかしながらやっぱり地元の人にはまだまだ説明不足な点があると思います。難波副知事は、県の考え方をできるだけ分かりやすく県民に説明していきたいと語りました。